俺たちは、あなたたちと、あなたたちとは違うんです。と、そうか、ここでもセリフが追加されている。そうかしら、二人。たくま、セイレンさん。あと一応で、お、音楽がかっこいい。サラマンダー連れてきてたけどもダメっぽいな。おいクソジジ、俺だっててめえのことは聞いてるぜ。若い頃は理想を語ってたくせに、ジジイになったらこのざまかよ。ほんと最近のジジイはなってねえよな。もっと好感度アップさせる術でも見つけた方がいいぜ。煽ってる煽ってる。普段からそんなクソみてえなことばっか考えてるから、そんなしみったれた考えに染まっちまうんだよ。俺がロックでポップでハッピーでワンダフルな老後の過ごし方教えてやろうか。地獄がね、佐藤さん、あなたは間違っている。私はずっと正しいものを探してきました。そしてそんなものは存在しないと知った。でもそれでも私は言いたいです。あなたは間違っている。正しいものがあるとしたら、それは論理でもなければ数字でもない、自分自身の中で心の底から信じられる感覚。倫理や道徳のような観念だって、きっと始まりはそういうものだったはず。そして私の中の感覚は、あなたが間違っていると叫んでいる。だから確かにクソじじい、てめえが死ぬほど強いって師匠から聞いてるぜ。だがよ、だがしかし、けれどもバート、however、俺はお前たちの味方だぜ。安田肩に、ヤンザーズ茶太郎に、行き当たりバタゴ。なぜなら俺は、お前、あ、すいません、ちょっと、ついうっかりボタンを押して飛ばしちゃいました。ジャクラの、させたくまだからだ。私も、三人と一緒にあなたたちと戦う。この物語を、私のお父さんの代わりに、最後まで見届けて。ここで、私自身の痛みも全て解き放ってみせる。このクソジジイのことぶっ飛ばしてね。お主は聖天のところの弟子か。お主は聖天のところの娘。面白いやつを連れてきたもんじゃの。よかろう。最後のチャンスは消えた。ここの文書は2回目じゃ。と。今度こそラストバトル。開幕。始めるかの、このクソガキどもめが。と。さてさて、どの悪口でいくかな。今までね、培ってきたこの悪口、うでいこうか、うんでいこうか、こうでいこうか、うんこうんこもありだな、うんのこもありだし、うんこがうんこ、うんこうんこんこも、これもね、必殺技だからね。まずはやっぱね、どこら辺でいこうかな。うんこのうんこ、うんこのうんこで、よし、無差別に行く。で、熱、どうしようかな、うんち、うんちでいこうかな。うんちうんちっち、いろいろね迷うんだよな。よし、じゃあここまずお目殺しを。なんか僧侶系っていうか回復しそうだから、にがにが先生からやろう。どれにしようかな。ブリブリしてるものをどれでいこうかな。どっちの方が素早さ高いかな。いや、とりあえず打っちゃえ。で、熱系でなんか攻めよう。お前熱系持ってないか、どうしようどうしよう。いや、まずはデベソ。タクマはね、毒が高いから、普通の攻撃としてちょっと当てようか。でもね、褒め殺し使うんだったらそんなに意味はないな。カウンターにしとこうかな。うん、正論。2連撃で、よし、これだな。ヒットを増やそう。あー、無意味だった。うんこー、あ、しまった。無差別だから、ニガニガ先生に行きたかったけどもうまくいかなかったな。おー、怪しげな液体、ふわー。
これうんこがうんこはあんま良くないな。ちょっと仕切り直しで、なんか熱系で、おこれは威力高いんだよな。冷やす、あでも威力はあんま関係ないんだ、褒め殺しをするから。熱、なんか熱ないか、いや冷たい方でいこう。これで褒め殺し、褒め殺し、死なないように回復をしておくか、それともこっちは削るか。二連撃って、ちょっと試しにやってみよう。属性が関係ないやつは褒めまくった。お褒め殺し、向こうも怪しげな機体。うわーこれリフレッシュもするのか。そしてどうしようどうしよう。あいつは攻撃力高いので一気にやる。でもヒット数がね、どんどん、どうしようどうしよう、ちょっと悩んできたぞ。こっちは削る。カウンターとか特殊、恐怖負荷、こっ、おお圧倒されてしまった。なんでこった、向こうも回復しちゃうな。褒め殺し政策がうまくいってくれれば、回復に努めよう。で向こうのヒット数がリフレッシュされなければ嬉しいなっていう。550、一応褒め殺しを重ねよう。16、19、よし、これでリフレッシュとかすんなよ。バカチーン、これはずるいぞ。ちょっと自利品ですよ。でも俺は諦めん。褒め殺しをこっちで、バタコの方が素早いから、バタコの何にしようかな。命中があるやつ、確実に命中が高いやつで打っていきたい。94のこれでいこう。こっちは回復。もう一ターン重ねたい。もう一ターン重ねられればその後の攻撃で倒せそうな気がする。こっちは肉壁はこうやって頑張っておいて SP 回復しとこう。16、これでいけるか。でバタコの攻撃でいくか。バタコが毒が高いから、でどうしよう、なんかおっちゃんから先に倒すのもありだな。なんか命中高いやつないか。96、無差別だからやめとこう。こ地属性で、じゃあちょっとシコンさんに与えといて。褒め殺しね、どっちのが早いかな。で今風がついてるから地属性の何かあるかな。151、うわ弱、165、ダメだな。なんか地属性のなんか強いの持ってるやついないか。シャタロー188、うわーこれはまずいな。いいや、とりあえずバタコの攻撃で削って、あとは急いで押し切ろう。地属性151、165、ブーメランか、毒低下負荷、自分もダメージ食らっちゃうけども、ちょっとやっとこう。回復ので、セーレンのこっちで攻撃ダメージも与えておく。よし、そしてバタコやっちまった。やっぱブーメランはほんと怖いな。回復をさせておこう。激辛のみ、バタコを生き返れ。褒め殺しで、よし、もうあいつを倒せばあとは結構楽なんじゃないのか。ででも褒め殺しをやるからな、カウンターにしとくか、ヒット数を稼ぐのに。立ち上がれバタコ、バタコやられるなよ。ふう、危ない危ない。悪口で褒め殺しで重ねておく。
またこうアイテムで回復か、それかこっちでいいや。メロンパン、メンタル回復、肉壁と化せ、集中、正論、二連撃。あーやっぱリセットされちゃうか。でもだいぶダメージ与えたな。こっちは押し切っちゃおう。褒め殺しで、あ、褒め殺ししても意味ないな。チャッタローので、シコンさんはこれでやる。 SP も回復させ、こうよし、落ち着け、落ち着いて対処するんだ、今更だけど。じゃあここで褒め殺しのソロをこっちも回復しとこう。ヒット数を重ねたいからな。セイレンさんの攻撃だとリセットされちゃうんだよな。あとは二人がリフレッシュとかをやらないことを祈る。回復、カウンターしとこ。13。おお、真っ白セイレンやばい。よし、じゃあ俺で熱の、お、これである、これでいこう。うんこ褒め殺しで、こっちの方が多分早いだろうから、一応で重ねて、魔性精錬回復。あ、なんてこったい。このまま重ねて、仕切り直し。13、16ヒットぐらい向けばいけるかな。で、おっと、ちょっと SP も回復しないと。キーついてるから、霊気属性の何か。200。運ガチョ、そんなに強くないんだよな。霊気。回復。よし。第2形態とかないかな。これもう大体押し切っちゃえば勝てそうもあったけど、まあ別にいいさ、今となってはもう遅い。うんこ無差別熱とか食らわしてみっか。こっちは回復。これ3人じゃなくてよかったね。そうか、バタコは焼け食いがあるから、あっちは覚えてなかったか。あ、サニーを。で、持って、SP 回復。むしゃむしゃ。やっぱ俺は毒が弱いからな、そんな当たらねえな。まあいい、褒め殺し。防御。カウンター。よし、褒め殺し、何もしない。一応でカウンター切れないように重ねてかけておく。おお、18ヒット、21ヒット、もうちょい行こう。焼け食い、危ない。一応なんかしとこう。回復、こっちも回復。よし、27ヒット、まだ行く。多分ね、倒せるけど、まだ回復しちゃおう。回復じゃない、おめ殺し。30ヒット、33ヒット。さあ熱を帯びてきた。最後は誰の攻撃で行く。俺か、いや俺弱いからやめとこう。万が一倒せなかったら、倒せるだろうけど
万が一倒せなかったら嫌だから、ここは信頼のバタコで。霊気属性うんころがし、この辺やっとこう。もうお前らは何もしなくていい。うんころがし。ふう、やったぜ。勝った。なんだか視界がはっきりしない。それだけ想像を絶する戦いだったってことか。見ただけで分かった。地獄金サタオはすでに絶命していた。やっちまった。やったぜが殺める方のやったぜになっちまった。三蔵、シコン、ニガニガの三人は気絶したままピクリともしなかった。俺たちはこれからどうすればいいのだろう。知らない。知ったこっちゃない。オーナーの、まあ伏せたな。この三人に任せようぜ。そのうち勝手に目覚めて。そうだな。それじゃ帰ろうか。俺たちの家に。じゃあな、カダ。またね。といつもの別れをし。お母さん、行ってくるよ。行くの？どこに？行ってらっしゃい、気をつけてね。まだストーリー続くの？昨晩はびっくりするくらい一睡もできなかった。裏町での出来事が最初から最後まで目まぐるしく現れ、おかしくなりそうだった。気づいたら涙が止まらなくなっていて、声を出さずに泣き続けた。何が悲しかったのかは自分でもわからない。そもそも自分が悲しかったのかどうかすらはっきりしなかった。でもそんな涙であっても心を落ち着けてはくれるようで、朝日が差し込んでくる頃には不安定な感情は影を潜め、残ったのは疲労感だけだった。母にはまだ何も言えていない。何を言っていいのか、どんな顔をしたらいいのか全くわからなかったのだった。だから昨日は当たり前のように帰宅して、ろくに口も聞かず部屋にこもってしまった。少しだけ時間が必要なのかもしれない。自分一人で何かを消化する時間が、いや、一人じゃなくてもいいんだけれど。いつもの日常に戻れるのかな。カーダ、はい、どうした？あのね、お父さんのお墓参りに行こう。そうだな。ありがとう。俺も行くぜ。うん。それから続いたのは面白いわけでも気が利いているわけでもない会話。でもそれだけなのに、これほどまでに心が安らぐのはなぜだろう。これほどまでに日常が愛おしいのはなぜだろう。そして今日も授業が終わる。ワンワンを、あれ、ほう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 、なにこれ面白い。セーブできる？あ、セーブできる。ほうほうほう、うりゃうりゃーと。
これ急がないと全員を回せないぞ。回せ回せ、ぐるぐる回すぜ、ぐる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 回る。おーっと危ない、なかなか強い、割と強い、普通に強い、そこそこ強い、まあまあ強いおーおー、これ結構急がないと、ぐる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 以外に遊び回ってるとまずい。情報違う違う、開いちゃダメだ、そんな暇はなかった。おお、はあ、ふう、焦る、まさかラストになってこんなに焦るイベントがあろうとは、変態。お、ギャル文字変換、あれはサイトっていうかなんか使ってたのか。ほほほほー、あー、四文字熟語ね。そう、キャラクターの名前がいいよね、そういう熟語とかなんかいろんなね言葉をもじってて。おお、クレイジーお母さん、否定はしないが、ラスボス、そして茶太郎、超悪ガキ、超ドジッコ、そして超クソガキ、そして作者犬。おお、俺も回った。目まぐるしいエンディングだったよ。思わず何もなんか喋ることが思いつかなかった。その後の俺たちに訪れたのは穏やかな日常だった。たあいない話をしては笑い、学校を離れれば少しだけ口喧嘩もする、一ヒット、そんなどこにでもありそうな日々だ。裏町にはそれからしばらく近寄らなかった。あら、うん、まあやっぱ顔を出すのは難しいよね。まあそれも当然なのかもしれない。でもなんだか何かが足りないような気もした。それは単に刺激が足りなかったのか、あるいは他のものか。まあそんな困難で過ごしているうちに、パタコのお父さんのお墓参りに行く日になっていた。お父さん、久しぶり。お父さんの敵取ったなんて言わないから、お父さんがどんな風に生きたのか、それを知りに行ってきた。そしてちょっと知った。お父さん、一度も会ったことないけど大好きです。バタコはそう言って、後ろにいた俺たちにでもそうだとはっきりわかるくらいに微笑んだ。何年分溜まっていたのかわからない微笑みを父の墓前に備えた。何年間流し続けてきたかわからない涙とともに。お母さん。バタコ、私は平気、もう大丈夫、大丈夫になった。こんにちは。今日もいいお天気ね。うん。心の整理はもうついていた。ここで母に話そう。すべての結末と、母とその親友の過去についての真実を。なあお母さん、話したいことがあるんだ。いいかな、少しだけ待ってちょうだい。
もうすぐいらっしゃると思うから。誰誰？あ、あら、お母さん。お、そして、あ、チーズもいた。ほほほ、チーズが本当にいるとは。うんうん。安田カーダくんと茶太郎くんね。はじめまして、バタコの母の行き当たりメロナです。メロンパンナさんか。それとお久しぶりです、安田静香さん。はい、急に呼び出された時はびっくりしましたよ。すみません。お母さん、話したいことがあります。何かしら。そして俺たちは語った。嘘みたいでバカみたいで、最後までどこがピントのずれた俺たちの、そして安田静香と行き当たりジャムオの物語を。母は何度も謝っていた。何度も何度も。そして真相を知って泣き崩れた。行っちゃった。そうだな。仲直りできたのかな。これで一発で仲直りってわけにはいかないだろう。大人になっちまうときっといろいろ面倒なんだよ。きっと素直にバカって言えなくなっちまうんだ。なんか今のセリフジーンとくるな。ちょいちょいいいこと言うよな、茶太郎。後半、特に後半ね。俺たちはいつまでもバカって言えるかな。バカズン、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 バカズン。バカー、バカー。よし、コンボなあ。オーナーにいろいろぶちまけられて心が折れそうになった時あっただろ。あの時ありがとうな。ん？あの時カーダとバタコが横で励ましてくれなかったら、俺オーナーに従っちゃうとこだったんだよ。うん、私も同じだった。そうか、俺だけがバタコと茶太郎に支えられたわけじゃなく、みんなそうだったんだ、同じだったんだな。でも今わかった。あれは、あの声は私の心の中のカーダと茶太郎だった。なるほどね、そうだったのか。てっきり、いや、それでもきっと同じことなんだろうな。ありがとう。なあ、ところでもう一人墓参りしに行かねえか。同じこと考えてた。私も。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。